こんにちは、土の子です。今日は4月21日バッチトレールセンター更新日、こんにちは。今週のバッチはこれ、1999年に発売した 64DD。 うわ、何これ、見たことねえ。 64DD は任天堂64と合体させてこんな風に使うっす。へえ、こんなん出てたの。 64DD の専用ソフトが遊べてネットワークサービスにも対応。でもいろいろ期待したんすけど、あんまり流行らなかったんすよね。何ができたんだろう。そんなわけでこの店で言うのもあれなんですけど、レアモノハードっす。バーチャルボーイみたいな。 64DD をバッチでゲットすればレアモノをゲットした気分になるかも。昔のハードはよく合体したっすね。ファミコンやスーパーファミコンも。スーパーファミコンのこれなんだろう。わかんねえ。じゃあ今週も金土日と無料プレイプレゼント、来週はゴールデンウィーク、毎日無料キャンペーンもやるっすよ。さあ行きましょう。お、ポケモン台ですね。これがもうあれかな、全種類出るのかな。もうこれでムーランドにシキジカ、タブンネ、合ってるよね、タブンネで。そしてわ、やべえ、ケンホロー、マメパッド、トルネロスだね。緑はトルネロス。あ、エモンガがいる。パチュル、パチュリーみたいな。パチュル。ダルマックにチャオブーとかだね、確か。パオッキー。全然自信ねえ。そして、お、オノノクス。レシラム。やべえ、まだまだ全然覚えてねえな。あら、ケルディオいるじゃん、また。おたまろ。ヤナッキー、違う。ヤナッキー、パオッキー、なんだったっけ、これ。まだまだだな、ほんと。そして、ゲームボーイのカセットかな、これ。いや、違う。タイトルが全然わかんねえ。そして、64。これ64だよね。やっぱりタイトルがわかんない。僕、64持ってなかったんです。あ、もっとわかんねえ。ディスクシステム。これだけでわかる人すげえな。これも全部同じに見えるんだけど。プロはわかるんだろうな。見分けつくんだろうな、これで。ディスクシステムの、ソフト台結構あるね。さらに、あ、ゲームボーイアドバンスかな、これ。さらにアドバンスとソフト。あら、なんか頭がちょっとでかいやつもあったりするんだ。あれ？これ今度、下まで行かなくなってない？左下と右上に、ガードがついてるんだけど、いやらしくなってるな。あ、そして、ニンテンドー 64DD。なるほどなるほど、こういう系で来ましたね。じゃあこれから撮っていくか、任天堂 64DD から。そうだね、まずは 64DD 本体の方に落として、64のソフトを落としていきたい。行きましょう。コン、あー、マジか、硬い。こう一旦ノリ付けを外し、もう一度、よし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 、まあオッケーオッケー、流れ的にはいいね。はい、4枚ゲットすることできました。おしゃれプレイは練習台の後で。今日の練習キャッチャーはこのピカチュウはメス、尻尾の形が丸っぽいのは女子っすよ。じゃあ練習スタート。いきましょう。パタム、パタパタやっていくよ。いくぜ、パタム。さあ、伝説ポケモンウィンディを取っていきましょう。パタム、大丈夫か、パタム、オッケー。さあ、赤線の上で止めるぐらい、せーの、ほい、はい、完璧。よし、あとはもう失敗のしようがない場所。7枚。さあどうでしょう。ほい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 、ああ、1プレイ無料ですね。さあ次、真ん中に、いや、これで出して、まあ、あと2手かかっちゃうかな。 64DD をゲット。はい、2枚ゲットですね。おしゃれプレイいっちゃうよ。さあ行きましょう。合体した64とソフトの間に、ほい、うん、やっぱりね、そこまでは落ちてくれない。さあ、あとは転がしいきましょう。しっかり転がしていく。ここ
モン、オッケーはい、なんとかねゲットすることできました。後手コンプですね。さあ残り3手でいけるであるか。これ狙ってみようか。奥から奥から刺して掴むように揺らしでいけねえかな。あ、勝てー。ちょっと待って、揺らしでこれは右を押していくか。右を押していけ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 いいよ。これずらして、あーマジかいい感じに取れたけど両方バラバラになっちゃったね。これこうするしかないけど、あともう一手必要なんじゃね。これまで落ちてくれたら最高。どうでしょう、つるっといってくんねえかな。つるつるもうやっぱり一番難しいバッジがそこに残る。はい、今日は Nintendo64DD をゲットすることできました。お得意さんバッジは1ゲット。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。リズム天国の白いお化け、リズムに乗って矢を当てるっす。ドット版だったらこんな感じっすね。かなり再現度高いっす。やべえ、リズム天国のお化けのゲームがわかんねえやってる人は再現度高いとわかるんだろうな。僕もやればよかった、リズム天国。はい、今日はねここら辺で終わると思います。今日はドットポケモンの残ってるバッジと、あと Nintendo64DD っていうレアなハードが来ましたね。あとディスクシステムの台とかゲームボーイのカセットとか64のカセットとか、ゲームボーイアドバンスのカセットとかいろいろ結構追加されてたな。なかなか難しい台も多そうですけど、なんとかね楽しくコンプしていきたいなと思います。ということで、よかったらまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。